2019年の令和元年の5月19日の日曜日になりましたね。まず、困難救助隊です。困難救助隊は、結婚したいのに、できないっていう人をどうすれば、結婚できるのか、男女ともですね、それを考えるために、作った、投稿サイトです。いずれですね、今のところまだちょっとなかなか大きな動きになってないですけど、やがてはですね、現実にですね、マッチングできるようなですね、結婚できない方々が結婚できるような、そういう実力をつけたいと思って始めてます。では、困難救助隊の、エールを送ります。おっす、困難救助隊、困難を救助する、結婚できない人たちが結婚できるように、とにかくいろいろ協力し合って結婚できるように、諦めず頑張れば、年齢とかルックスとか立場とか収入とかそういうものも超越したようなですね、何かしらの出会いは一人、私はですね、某病院にお世話になってまして、勤務させていただいてまして、ナースステーションなどを回らせていただいている業務をさせていただいたりしてるんですけど、今日ですね、ご本人にはちょっとこれをこの YouTube さんに出すということをお伝えしてませんけれども、どなたかはもちろんわからないという形でですね、ちょっとご報告させていただきたいんですが、回ってたところですね、その20代前半か中盤かっていうような看護師さんです、でしてね、その方はもともとすごく、なんていうか利発な感じで、とても美しい方でですね、途中で名字が変わったんでご結婚されたんだなって思ってましたけど、私そんなにほとんどですね、10年超えましたけど、業務に重点を置きまして、時間的なものもあってあまり看護師さんとプライベートのことは話さないんですけども、話すようだとちょっと10年も持たなかったかもしれないですけど、わかんないですけどね。とにかくですね、そういう方がですね、老人病棟の おばあさんをですね、がナースに入ってきいまして、おぼろ月夜だったんですけど、歌歌ってよっていうことをリクエストしてたんですね。そしたらおばあさんもですね、なかなか味のあるですねおぼろ月夜を歌ってまして、私はハードボイルドじゃないですけど、あんまり、接しない感じで、っていうような感じで業務を遂行したんですけど、そしたらおばあさんが歌い終わっておぼろ月夜でしたけどね、そしたら、看護師さんがですね、私ね、お腹の中に赤ちゃんがいてね、おばあさんがね、歌ったらね、とっても喜んで反応してるのが分かるのよって言ったんですね。なんかそれ聞いたら、なんか今の NHK 連ドラの、夏空の広瀬すずじゃないですけど、現実の日常にもドラマがあるんだなとか思って、でどうしてもこれをちょっと今日は、YouTube さんにで伝えたかったんですね。本当になんかいい方はね、本当にご結婚されて、無事出産されてね、いただけばうれしいですけどね。そしたらですね、おばあさんが「わあおめでとう」って言ってですね、「どっちの子がいいの?」って言ったら、
まあ素直にですね、看護師さんはですね、女の子って言ったんですけど、でもおばあさんがですね、あ、そう、でも男の子だって可愛いよって言ったら、まあ看護師さんはそうよねっていうことで、まあ、お腹のね、赤ちゃんになる、ね、方も、それが分かるかもしれないですからね。だからね、男の子だったら女の子がどうしてもいいのって言ったらちょっと、心配しちゃうかもしれないですからね、赤ちゃんがね、お腹の中のね、胎児さんがね。でもなんかそれで私ちょっと感動的な話が下げちゃうんですけど、もしかしたらそういう話から、まあ、LGBT っていうか、そういう些細な話から、もしもおばあさんも女、おばあさんも看護師さんもね、どうしても女の子の方がいいよね、男の子なんかね、なんていうような話になってたらですね、今回はなりませんでしたけど、もしかしたらそういうのの影響で、その性的な体と心が、男女別がになってしまうようなね、ことがもしかしたらあるんじゃないかなとか、ふたをちょっと思ったんですけどね。そういった科学的な、まあ、心理学なのか生理学なのか分かんないですけど、脳科学なのか分かりませんけど、そういう研究っていうのは、このね、はやぶさとかはやぶさ2とかがですね、もう遠くに本当に信じられなくこう行って帰ってくるような時代に、本当意外と身近なそういった心の問題が、ね、学者さんとかも相当科学を発達させて頑張ってるんでしょうけど、あんまりできてないんじゃないかななんて思いますけどね。まあそんなこと言ったって私なんか学者さんでも何でもないから余計わかんないですけどね、勝手な推論ですけど、でももう本当感動的な話で、ああ本当になんか日常でもドラマティックないい心の話があるんだなと思って、ちょっとねそれをちょっと伝えたくて、今日はそんな感じで、それ1点でちょっと、お伝えしました。本当にね、おぼろ月夜だったっすけど、なんかね本当女性看護師さん、若い看護師さんとね、おばあさんの会話ね、なんか素晴らしかったなと思いました。とにかく困難救助隊はですね、そういうふうに結婚できたらですね、そんな美しい会話ができるようなですね、心が持てるんじゃないかと思って、結婚できない人が、結婚できるにはどうしたらいいかっていう投稿サイト作ってますんで、よろしくお願いします。